比嘉女森生と申します。82歳になります。そうするね、かれで68年間かな、流派五十流です。日向の空手道場、空手見たのはね、父がね、少林によって友人に空手教えてるんです。その姿を見て、あ、空手いいなと憧れを持っていましたからね。入門した時はね、宮田栄先生は1週間に1回見えたんです。あとほとんど技術を教えたのはこちらに宮城愛知、この先生がね、教わったんですよ。で、この先生は細かく厳しく、まあ先生方の教えがね、毎日来なさいよ、月謝行く前に、だから月謝なしで、ね、教えてもらうから、毎日一生懸命どこでも道場と思ってやれた。公園とかね、朝起きてすぐやってやりなさいと、高校は商業高校なんですよね。商業空手部でそれ3時間入れますね。で、道場行ったら4時間、5時間1日ね、もう7、8時間、8時間ぐらい。当時ないないんですけどね、4年間解禁したからと黒帯もらったんですよ。当時第一声はないんですよ、第一声は、まあ、きついと思ったことないんですよ、好きですからね。またもう一つはね、自分は弱いから。で、あるその道場行った時もね、森はこの上で下手くそや、この上でできんかといつも言われてたのね、当時。いやな、先輩だなって。で、今はね、感謝この人がいたからね、続けられたし。やはり最初は基本型教えますよね。また三鎮というのがあるんですよ、三鎮。あれが大変でしたね。と、毎日こう叩かれるから、虫みたいに叩かれるからね、真っ黒ですよ。しかし先生が言うにはね、これはね、いい血じゃない、悪い血が浮き出てくるから、心配するなと意味はね、上中下1、2、3、3鎮で、効果としては呼吸力、体力、継続によって精神力を身につく。こう締めるというのはやはり精神的な目で、顔じゃ手があるんだ、殴られて顔をつかんじゃって表情変えない、そういう意味です。やはりね、空手の魅力というのはね、肩やって分かりますか。肩をね、僕は一つ一つ、だいたい正三でやれば13回、三正でやれば36回、ピッチリンとは長いんですよ。108回やったもんだからね、6時間かかる。だからそこでね、感じたことはね、肩も痛い、お腹も空いた、だから自分の弱さ分かる。だから、敵は相手じゃない、自分自身という、自分の弱さが分かる、肩やってるうちに。だから誰もいないですよ、空間の中で一人であるから、肩っていうのは特徴はね、すべて中に攻防がありますね、しかしそれはね、相手に対する攻撃じゃなくて自分に対する攻防ですね。だから肩の、また昔から伝わった肩ですからね、文化ですよ、沖縄にとってはね、肩は、天守は長寿に考案したけど、
あとは代表的な方はね、生産とピチュリンというのは、空手というのは特に沖縄の場合は型が中心ですよね。型が中心、あの暗室も無視になってやれと、最初左右意識してやりますね。それは消えるまで、消えるというのはね、無意識自然に体動く、自然動くようになるまでやれという。だから無視にやれという、体得しなさいというね、体得すれば自然に体動くと。まあ、それ空手を通して学んだそこですね。体で覚えている、うん、頭じゃなくてそうです。宮城町じゃね、障害武道としてできたの。若い時こうしなさい、年取ったらこうしなさい、全部動きが変わっていく。一つの型でも持ち身とってね、熱くなったのに接近してしつくように、持ち身です。若い時力出る、すごい相手につける届く瞬間を気にされて、年齢と変わってそれで拳を鍛える、骨を硬くしてくる。丹田法というのは肩をね決めるために、チーシーとかね、金剛拳とか、それから三鎮鏡とかね、あのサーシーとかありますので、それまたその丹田によって、あの肩もね決まってきますので、力も出てくるし。この子こうやってましたね、投げながら、うん、こう投げて切ってくる、切ってね、すごいあっちで頭から頭から蹴れたと思うと思うんですか、蹴りはしない。そういう肩の中のね技を鍛えるんですね。私の人生ですね、まあ、あの沖縄の人の、ね、人生、もう全て空手によって血も流れてるしね命ですよ、私だけの空手はね。はいはい、冗談中だ。はい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 。いや、これね、隣の大工さんがね、あの鉄器いっぱい入ってる、顔料というんですよ生涯こうしてね、本当に良かったなと、空手やってよかったなと思っています。